手前で始まる。はい。JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしています。さて、昨日の地震ではシンガーソングライターユミコの夢がいっぱい詰まった歌をお届けするとともに、リスナーの皆さんの夢もみんなで応援する双方向の番組です。ツイッターのコメントもお待ちしてます。私もリアルタイムで見てますよ。それからツイッターのアカウントはユニコアンダーバー FM です。ツイッターで検索するときはユニコスペース FM で探してください。赤いワンピースを着たギターを持った私がきっと見つかるはずです。待ってます。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターのユニコです。さてさて、毎日暑い日が続いていますが、皆さん元気でお過ごしでしょうか。そんな中ね、昨日夕方突然の大きな地震、びっくりしましたよね。私も大変ショックを受けました。被害に遭われた方たちには本当に心からお見舞い申し上げたいと思います。で、今年はね、元旦から大きな地震があって、でこんなお盆の直前にまた地震があって、で雨の被害なんかもいっぱい出ていてね、本当に大変だな、心を痛むことがあります。でも被害に遭われた方たちが一日も早く普通の生活に戻れるように心からお祈りしています。ということで、今日のユミコボイスもですね、いろいろな人に元気と笑顔を届けたいな、そんな気持ちで放送していきたいと思います。それではですね、最初にまず曲をお聴きください。ユミコのオリジナル曲、小さなカフェの端の席、どうぞ。このあとこれだから。の端の席、聞いていただきました。ありがとうございました。
さてさて、夏休み真っ最中だと思うんですけれども、皆さんはどんな夏を過ごされているでしょうか。私はですね、7月に早々に夏休みをいただきまして、今年は初めて船で小笠原諸島に行ってきたんです。ということでね、今日はちょっと旅の報告をしたいなと思ってるんですけれども、とにかくね、もう毎日とっても天気が良くて、もう月並みだけど青い空、どこまでも透明でこう透き通る海、キラキラ光っててね、そして波の音に癒されました。今回の小笠原旅行で私が楽しみにしていたことの一つがですね、ハイキングなんですね。その地元のネイチャーガイドの方がついてくれるハイキングっていうのがあってね、それをすごく楽しみにしてたんです。というのも、小笠原諸島の大部分は1972年に国立公園に指定され、その後2011年に世界自然遺産に登録されたんです。それだけね、自然がいっぱいっていうことなわけですけれども、で、小笠原諸島というのは5000万年前から2000万年前ぐらいに、できた島ということで、海底火山がこうグググググッとこう盛り上がってできた島なんですって。で、島が誕生して以来一度も他の大陸とこう地続きになったことがないということで、この隔離された環境で動物とか植物がね、小笠原で独自の進化を遂げたということなんです。で、他の地域では見られない小笠原固有の種がたくさん存在するというふうに言われてるんですね。で、特に植物はですね、小笠原に生えている植物の約半分が固有の種だということで、いやー、これはぜひ見てみたいな、いろいろ学んでみたいなと思って、それでね、このネイチャーガイド付きのハイキングに参加したわけなんです。で、この日はですね、3箇所、一番最初まず海の近くの森、それから山の入り口、最後が山の頂上ということで、3箇所場所を変えながら、それぞれの場所で植物がどう進化をしていたか、そういうお話を聞きながらハイキングをしたわけです。で、一番最初のね、海辺の近くの森なんですけど、本当に鬱蒼とした森なんですけれども、足元を見るとこう砂なんですね。で、ああ、そっか、ここは森だけど海が近いんだなっていうのが分かる、そんな感じなんです。で、その海の近くの森で一番最初にガイドさんがお話ししてくれたのが種なんです。たくさんいろんな種類の木が生えてるでしょ。で、たくさんこう種が落ちてるんですけど、種というよりね、実なんです。くるみぐらいの大きさで、まん丸くてすごく軽くて、でも頑丈なんですよ。で、振ってみると特に音はしなくてね、私思わずガイドさんに、これ空っぽなんですかって聞いたら笑われちゃって、いや、それ種ですって言われて、つまりね、こんなに軽くて硬いってことは、波に乗って遠い南の島からどんぶらこうどんぶらこうとやってきて、小笠原にたどり着き、そして根付いたっていう、そういうことなんだそうです。なので、先ほど固有の種がなんて言ったんですけれども、海の近くの植物というのは他の地域にも生えてる植物っていうのがいっぱいあって、これは小笠原独特のものかなと思ったら、実はフィリピンにも生えてるんです。そんな木もね、あるそうなんです。で、むしろ小笠原にたどり着き根付いて、それがこう山にこう登っていくっていうのかな、その山に登っていく過程で独自の進化を遂げて固有の種になっていくんですって。はい、面白いですね。で、小笠原に生えてる植物の花っていうのがね、小さくて白い花が多いんですって。で、それは何でかっていうと、植物というのはこう受粉して花を咲かせるわけなんですけれども、その普通はその花はね、受粉をしてくれるこう虫をね、呼び込むために花を大きくしよう、派手にしようってなるわけなんだけれども、小笠原は閉じられた空間でね、競争なんてする必要ないんです。なので、もうありのままの自分、小さい白い花のままでいいんですって。なんかね、ちょっといい話だなぁなんて思いました。はい、そして次、2箇所目がですね、山の入り口なんですけれども、山の入り口の方に行くとこう土がね、こう発達してきて、で、高い木、土が湿ってるからこう
湿った土でこう高い木がいっぱい生えてるんですね。で例えばその本州で椿っていうと大体2メートルぐらいの高さだと思うんですけれども、あの小笠原では13メートル、椿は大体13メートルまで大きくなるんですって。でもう一つびっくりしたのがシダ、あのよく日陰の湿ったところでこう生えてるシダなんですけど、あれはね小笠原では15メートルの大きな木になって、でこのなんていうかな、幹が太くなって硬くなって本当にね木みたいになってるんですよ。であの、まあ、理科でね習ったかと思うんですけど、昔その地球にはねこう海があって、海の中に藻がいて、でその藻が陸に上がってきて胞子植物、種じゃなくって胞子で育つ、こう湿ったところに育つね、そういう植物、まあ、そういうのがいたわけなんですよ。でこの胞子植物っていうのが苔とかキノコとかシダなんですけど、でその胞子植物が今度どんどん進化して種で育つ種子植物になる。つまりシダっていうのはあの今のこの種子植物とか木の先祖なんですよね。なのでこのシダが大きくなって太くなって硬くなって木になる、その進化の過程をこの小笠原諸島で垣間見られて、結構私は驚きとともに感動しました。はい、なんです。で最後ね、山の頂上に行くと、まあ、すごく乾燥していて直射日光もひどくて暑い、こういうところで育つ植物っていうのは低木、低いんですよね。でそれびっくりしたのはね、こうパーッと枯れてる植物があるんですよ。あのでこれ枯れちゃってるのかなと思ったら実は違うんですね。この枯れてるかなと思った茶色い葉っぱを取ってこう擦ってみると、その茶色い下から緑の若い芽が出てくるんですね。つまりその新芽っていうのは柔らかいから、その粉を吹いて茶色くして直射日光を受けないように進化したんですって、独自に。それもなんかすごい話だなって、まあ、思いました。あともう一つ面白かったのはね、その、まあ、本州でも海に行くと浜棒っていう、あの大きな緑の葉っぱ、まん丸い葉っぱ、平たいね、でちょっと薄い黄色いお花が咲くんですけど、小笠原にもあるんです。葉っぱはね私の顔ぐらい大きいので、花はこうちょっとハイビスカスみたいなね、そんな花なんだけど、それが山の頂上にもあるんですよ。ところが山の頂上にある浜棒は葉っぱがギュギュギュッとちっちゃくって、私の手のひらじゃない、げんこつぐらい、顔の大きさがこうギュギュギュッとげんこつぐらいの大きさにちっちゃくなって、花もちっちゃくなってるんですよ。で葉っぱも直射日光を受けないようにキュッとこうすぼんでるんですね。なのでこう同じ植物が場所が変わることによってどんどん独自の進化をしている、そういうのも本当に面白いなあ。あ、そうか、こうやって固有の種っていうのが増えてきたんだなと思って感心しました。まああの小笠原の自然の豊かさにも感心したし、この植物のねたくましさっていうんですかね、これにあの感心したんですよね。はい、ということで、あのそろそろ次の曲に行きたいと思いますが、さっきねあの種の話なんかしましたけれども、ちょっとね弾き語りであのヤシの実を歌おうかななんて思います。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、あ、そっか、今日ピックで歌うんですね私は。はい、聴いてください、ヤシの実。生い茂れる枝はなお
る。我もまた渚を枕、一人身の浮き根の旅路。ヤシの実聞いていただきました。こうね、種がどんぶらこうどんぶらこうってやってくるような、そんな雰囲気をこう味わってもらえたらなと思いました。はい。でね、植物の話をしたんですが、やっぱりね、海ですよね。海本当にね、綺麗で最高でした。小笠原諸島の海開きって1月1日の元旦なんですって。じゃあ一体海はいつ閉じるんだろうと思って聞いてみたら、地元の人もわからないって笑いながら言ってました。はい、一年中きっと泳げるんでしょうね。はい。でそんな小笠原諸島なんですけれども、日本で最大の青ウミガメの、繁殖地なんですよね。でちなみにね、なぜボディは茶色いのにね、なぜ青ウミガメと呼ばれているかというと、内臓脂肪が緑色なんですって。つまり、まあ、昔はね、やっぱり貴重なタンパク源ですから、卵とか、ね、肉とか、まあ、食べる習慣、食べる文化があったということなんですよね。まあ、今もその文化は続いてるそうですけど、で英語でもね、やっぱりグリーンタートルって呼ばれてるんですって。でそんな青ウミガメたちなんですけれども、春になると交尾や産卵のために小笠原諸島にやってきます。そして6月から8月が産卵シーズンということで、青ウミガメのお母さんたちはシーズン中に2週間おきに4回から5回ぐらい産卵するそうです。で1回の、まあ、卵の量というのはだいたいね、100個から150個ぐらい卵を産むそうです。で40センチから50センチぐらいの深さの穴をこう砂浜に掘って、そこに卵を産み落とし、砂をかけて蓋をする。そうすると2ヶ月ぐらい経つと卵が孵化して、赤ちゃんが生まれてくると。で赤ちゃんたちは自力で穴からこう一生懸命這い上がって浜に自分で出てくると。ただね、ウミガメというのは光を目指す性質があるということで、生まれて浜に上がってきた赤ちゃんたちがこの町の方の光を目指してしまって、で道路に出て引かれて死んでしまう、まあ、そういうことがあるんですって。なので小笠原の海洋センターでは、この産み落とされた卵をですね、持って帰って海洋センターに持って行って埋め直して孵化させて、である程度自立できるぐらいまで育ったらまた浜に持って行って放流する、まあ、そういう人工孵化放流という保護活動を行っているそうなんです。で私が行った7月というのはですね、まあ、産卵シーズンでもあるんですけれども、孵化のシーズンなんですね。7月から10月が、まあ、赤ちゃんたちが生まれてくる孵化のシーズンということで、この時期はですね、ウミガメの赤ちゃんと触れ合うことができるんです。そして放流に立ち会うこともできるんですよ。なので私たちもですね、この可愛いウミガメの赤ちゃん、本当に私の手のひらに乗るぐらいのね、ちっちゃさなんですけど、実際にこう手で持たせてもらったり、一緒に写真とか撮ったりして、もう本当にね、可愛くて本当に癒されるんですよ、赤ちゃん。でこの子たちが1ヶ月ぐらい経つと、まあ、大体湯たんぽぐらいの大きさになりまして、そうするとまあ自立できるねということで、まあ、海に放つ、放流するんですね。で私たち放流イベントにも参加したんですけど、あらかじめね、名前をつけてたんです。2匹のカメちゃんたち、1匹がね、アロハちゃん、もう1匹がハードロックで、このアロハとハードロックをね、実際こう浜に下ろすと、やっぱりこう自然にね、こう波打ち際の方を目指していくんですよね。でみんなで自然とアロハ頑張れ、ハードロック行けみたいな、みんな声を出して、でやっと波打ち際について、まあ波に乗るっていうよりもね、こう波にさらわれてぷかぷかと浮かびながらこう旅立っていくわけですね。そしたらみんなわーとかって拍手して、私も拍手して、すごくね、よかったです。楽しかったし嬉しかったです。でそんなウミガメたちはね、絶滅危惧種に指定されてるんですよね。やっぱり理由は乱獲とか、他の魚たちを取るのと一緒に網に引っかかっちゃって、
それで呼吸できなくなっちゃったりとか、あとはやっぱりあの最近海洋海のねゴミの問題とか言われてるけれども、そういうプラスチックゴミをこう食べちゃって、でなんていうか弱っちゃったりとか、まあ、いろんな問題があるわけですよね。で一時はねすごくそのウミガメの数減っちゃったんですけれども、先ほどちょっとご紹介したようなさまざまな保護プログラムというのがあって、徐々に数が戻ってきているというわけです。なので、まあ、島のねそういう植物とかウミガメもそうですけれども、自然を守るためにさまざまな取り組みがされてるんだなって改めて思いましたし、本当にこういう自然がいつまでも豊かなまま残ったらいいなっていうふうにあのつくつく思いました。小笠原はとても良いところだったので、あの興味のある方ね、ぜひ一度行ってみてください。ということで次の曲に行きたいと思います。次もねちょっと夏っぽい曲を選んでみました。由美子のオリジナル曲波音聴いてください。次回は9月13日の6時から、そう小笠原は本当に良かったです。私も初めて行ったんですよね。今回の旅も両親と一緒に行ったんですけど、父がね小笠原諸島に行ってみたいというふうに言いまして、私もね想定外だったんですけど、まあじゃあ行こうかということで家族で行ってきたんですね。本当にね楽しかったし癒されたし、あの帰ってきてから少しお通いをするんですよね。つまり帰ってきてしばらくね、あの地上にいるのにこう体がこう船に乗ってるように体が揺れるような感覚があるんですよ。でそれもなんだか懐かしかったです。ああ小笠原行ってたんだな、船酔いずっとあったりのになみたいな感じ、船酔いじゃないお通いか、お通いまだ消えないでほしいな、そんなことをちょっとね思っちゃったりしました。あとはねあの船で行ってる間にあのトビウオがもうすごい長い距離飛ぶんですよね。大群でいてそういうものを見られたりとか、本当に海にね癒された、5日間いたのかな、楽しかったです。ちょっとねお盆前に地震が起きてしまったので、なんだろうちょっと旅行を取りやめますみたいな人もいるんでしょうかね。残念だなって思いますけど、アウトロになったら少し早めにスタジオ降りちゃうと思います。
はい、波音聞いていただきました。ありがとうございました。さてさて、この曲良かったな、もう一遍聞きたいなと思ってくださった方、ぜひぜひ私のホームページ、そして YouTube チャンネルにアクセスをお願いします。ホームページはこの番組と同じタイトル、ユミコボイス風のように。前半は英語でユミコボイス、後半は漢字とひらがなで風のようにです。でホームページにアクセスをしていただくと、ミュージックというメニューがあるんですけれども、ここをクリックしていただくと現在配信中の曲がすべて聴いていただけますので、アクセスお願いします。そして YouTube チャンネルはユミコチャンネル、英語でユミコ、カタカナでチャンネルです。アクセスするとですね、シングルリリースという名前の再生リストがあるんですね。この再生リストを開いていただくと、またこちらでも配信中の曲を聴いていただくことができますので、よかったらアクセスして登録もお願いします。はい、ということで、この夏、私は、先週、この間か、夏のバンドライブにね、出てきました。春からね、こうライブが続いていて、この8月のライブがね、なんていうのかな、一つこう終止符ではないんですけれども、ちょっとね、私の中で、夏のライブ終わったって、そんな感じでした。お茶の水でねやってきたんですけれども、ピアノ、ベース、ドラム、私はボーカルとギターでねやってきたんです。すごく良かったのはね、よく見てたんですけど、みんな個性がね本当にこうバラバラで、それがねすごく楽しかったです。ギターデュオの昭和歌謡でしょ、それからピアノとボーカルでミュージカル曲、クラシックみたいなね、で私たちがいて、あとはギターソロのフォーク、なんかね、ジャンルがバラバラで最初どうなるのかなと思ったんですけれども、逆にこういうのも新鮮でいいな、でお客さんも飽きずにすごくて楽しそうでした。なんかこう夏のライブをやりきった感じで、今ねこの余韻に浸ってます。ところがですね、この8月の終わりにもう一つあるんです。それはね、歌ではなくて朗読ライブなんですね。8月31日土曜日、12時15分オープン、12時45分から開演ということで、場所は、JR 板橋駅から歩いて3分、板橋ファイトという名前のライブハウスなんですが、ここでですね、オリジナル脚本の朗読劇に出ます。私は、主人公の、板前さんの奥さんの役です。ということで、よかったら見に来てくれたら嬉しいなと思ってます。情報はですね、X、旧 Twitter の方でも発信しますので、チェックをお願いします。 X のアカウントはすべてアルファベットで5文字で、ユミコスペースを開けて FM、 ユミコスペース FM で検索をしていただくと、赤いワンピースにゲタを持った私が出てきます。情報を発信しますので、チェックしてもらえたら嬉しいです。はい、そんな中、そろそろねお別れの時間が近づいてきました。最後はユミコのオリジナル曲、私の夢でお別れです。で次回なんですが、次回は9月13日金曜日、時間がですね、サッカー中継の関係でちょっと変わります。いつもよりも1時間早いんですね。いつも7時から7時半なんですけれども、9月13日は6時から6時30分までということで、いつもよりも早くなってますので、間違わないようにお願いします。ということで、また1ヶ月後も元気に笑顔で皆さんとお会いしたいと思います。3連休ですね。それでは良い週末を、良い夏休みを、ということで、バイバイ。ありがとうございました。ご存知でしたか？やっぱり新聞は地元の情報が豊富で、購読料もお得な東京新聞ですよね。試しに行ったら東京新聞、まずは無料で1週間、ホットウェブで検索を。あ、停電。携帯が充電できない。情報が何にもわからない。どうしよう。そんな時こそラジオ。いざという時に備え、電池で聴けるラジオを用意しましょう。今お聞きの川崎 FM では、神奈川 FM ネットワークからのお願いです。